J-WAVE American Football Radio American Football Radio 一日のスタートをアクティブにデザインする American Football Radio。 日本時間2月2日月曜日に行われます NFL の優勝決定戦スーパーボウルは世界有数のスポーツエンターテインメントイベントですよね。昨日はカンファレンスチャンピオンシップが行われまして、スーパーボウルの対戦カード決定いたしました。 NFC からは去年の覇者でスーパーボウル連覇を狙うシーホークス、 AFC からは3シーズンぶりですね、3シーズンぶりにカンファレンスを制覇したペイトリオッツが出場ということで、日本時間の2月2日に行われますスーパーボウル、ニューイングランドペイトリオッツ対シアトルシーホークスというカード、アリゾナ州グレンデールのフェニックス大学スタジアムで行われます。いやー、もうこれは地元はもちろん盛り上がってると思いますけどね、どっちが勝つ、いやあの選手が、あークォーターバックはみたいな、そんな話も盛り上がっちゃってるに違いないんですけど、さあそれでは今日もそのスーパーボウルを楽しむためにアメフトの魅力をアメフトビギナーの方にも分かりやすくお伝えしていきますよ。今日も生島淳さんの解説お届けしちゃいましょう。今日は NFL のビジネスの仕組みです。おはようモーニング、スポーツジャーナリストの生島淳です。今日はアメリカンフットボールの経営ビジネスについてちょっと考えてみましょうか。アメリカンフットボール NFL はですね、ビジネス的には非常に先進的な組織でございまして、放映権というものがありますね。テレビ局が NFL にお金を払います、中継させてください、中継いたしますということで、で NFL はそれをどうするかと言いますと、32チームに全て公平に分配するんです。これはメジャーリーグと実は大きな違いなんですね。メジャーリーグの場合、大きな収入源となっておりますのは地元局の放映権料なんですね。つまり大きなマーケットのチーム、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルスのチームは富豪なんです。というわけでヤンキースなんかはとっても大きな金額で大物選手と契約することができると。まあ経済格差がそのまま戦力に現れやすいのがメジャーリーグです。ところが NFL は全て32チームに均等に金銭的なチャンスを与えようということで分配してしまうんですよね。なので弱い球団であっても勝つチャンスが生まれてくる。限りなく、まあ、16試合レギュラーシーズン戦いますので8勝8敗にしようとする組織なのかなというふうに思います。まあメジャーリーグが自由主義経済だとしたら NFL はいい意味で社会主義経済、その中で、経営陣そしてコーチ陣選手が頑張った結果、最後の2チームが対戦するのがスーパーボウルということになるわけですね。ある意味、まあ、グランドレベルだけではなくて経営陣の頭の使い方、お金の使い方を競うのもスーパーボウルの一面ではないかなというふうに思いますね。そうなんですね、これ僕も知ってました。生島さんおっしゃってた通り、これねやっぱり経済格差がなんて言うんでしょう、戦力格差になっちゃうのっていうのはスポーツ自体が面白くなくなっちゃうんですよ。もう圧倒的に強いチームと全然ダメな弱小チームみたいになってね、やっぱり時代劇もスポーツも下克上がなきゃでしょ。そうです、お金があるから強いっていうんじゃね、うん違う、そんなドラマがあるのがスーパーボウル、NFL の世界ですけども、さあ続いてはアメリカンフットボールの基本的なルールや言葉を生島淳さんが紹介するビギナーズスタディ、今日も行ってみましょうか。今日のキーワードはファーストダウン。まあ一番重要かもしれませんね、この単語は。アメリカンフットボールでは攻撃するチームは4回攻撃するうちに10ヤード進みますとファーストダウンと言いまして、もう一度攻撃する権利を得ることができるんですね。まあタッチダウンが究極の目標ではありますが、まずはファーストダウンを更新していくというのがオフェンスの至上命題。逆に言いますとディフェンスの方は、ファーストダウンを取らせない、3回の攻撃で相手をもう終わらせると、スリーアンドアウトという単語もありますけれども、まあアメリカンフットボールの基本はファーストダウンをめぐる攻防、これをね頭に入れてスーパーボウルぜひ聞いて楽しんでいただきたいなと思います。
そうなんです、ファーストダウンね、タッチダウンっていうのが聞こえてくる前にまずはもうゲームが始まるこのファーストダウン、これ肝心要のフォーメーションも含めて、まあ、要はあのビギナーの方は僕もそうですけどね、クォーターバックがボールをこワイドレシーバーとかランニングバックこうどう投げてどうつなぐかっていうところのこう起点ですから、出発点、もうファーストダウンをどう取っていくか。生島さん、分かりやすく説明ありがとうございます。さあ、番組ウェブサイトではこれまで紹介したビギナーズスタディのほか、生島淳さんの紹介によるアメフトの楽しみ方テキストでもご紹介していますよ。また日本時間2月2日に行われますスーパーボウルに向けてスペシャルプログラムのオフィシャルフェイスブックも立ち上がってます。 JWEB 東京モーニングレディオのフェイスブックとともに、こちらも皆さんいいね、それから拡散お願いします。当日はこのフェイスブックでも日本初ですよ、お初物ラジオでのスーパーボウル中継盛り上げてまいります。アメリカンフットボールラジオ、明日もお聞き逃しなく。